バームブラックバームブラックはアイルランドでハロウィンに食べられる伝統的なドライフルーツ入りのパンまたはケーキである。カブチョウチン古代ケルトの時代冬の始まりである11月1日に行われるサウィンという祭りがあった。キリスト教が入ってきてからこの祭りはそのゼニアに行われるようになった。それが今のハロウィンであり。 今なお盛大に行われる祭りの一つである。アイルランドでは、株をくり抜いて、不気味な笑いを浮かべたちょうちんを作り、火のをついたろうそくを灯し、そして、バームブラックを作る。この長い歴史のある濃厚な風味のフルーツケーキは、今は、アイルランド以外にも広く伝わっていて、通常食後に振る舞われる。バームという言葉は、古代英語のベオルマから来ている。イーストのように、 パン酒を発酵させる働きのある酒から来ている。ブラックはアイルランド語のブラックで、小さな斑点のあるという意味である。ドライフルーツと砂糖漬けの果物の皮が斑点のように見えるからである。ジェームズ・ジョイスの短編集、ダブリン市民の土くれには、主人公のマライアがハロウィンの日、勤めている。洗濯店のお茶の時間にバームブラックを切り分ける場面が登場する。 テーゼバーンブラックスシームドアンカット、バットイフユーエントクローサーユーウッドシーザットゼーハード、ビーン、カットイントゥーロングシックイーブンスライセズ、アンドワーレディーツー、ビーハンデッドラウンドアットティー、マリアハドカットゼムハーセルフ。これらのバームブラックは、まだ切り分けられていないように見えたが、近づくと、長くて分厚く、均等に切り分けられており、お茶の時間に配膳されるのを待つばかりになっていた。 マライアが自分で切り分けたのだった。ハロウィンの夜、魔女や幽霊に噴した子供たちが、家から家へと、果物やナッツをもらいに歩く。こういったお楽しみやゲームが終わると、宴会が始まり、コルカノンと呼ばれる、ジャガイモ料理が出され、いよいよ宴会も終わりという時になって、バームブラックが出る。ハロウィンには、占いや予言が行われるが、 このバームブラックの中にも運勢を占う様々なものが入れてある。1ペニー効果差し抜きボタンバームブラックの中に仕込まれた品物のどれが当たるかで向こう1年間にどういう運命が待っているかがわかることになる。主なものとしては次のような品物が挙げられる。効果布切れ、指輪は必ず入れるものとされる。もっと大人数の場合は ボタンや差し抜きといったものがそれに加わる。ただし、こういうのは、自己実現的、人から期待されることで、それを実現に持っていこうという傾向があるため、やらない人もいる。また、占いをやるにしても、こういった、小さな品物は、往々にして、喉に詰まらせる場合があるので、家でこの占いをやる場合には、皆にこのことを周知しておくこと。また、 自分の分を食べ始める前に、品物はどけておく必要がある。ありがとうございます。